今回紹介する商品はこちらです。ホノルルクッキーカンパニーミニバイツのレモン、1498円で購入しました。ハワイ名物のホノルルクッキーのミニバイツ、この大容量パッケージですね、 454g 入ってるんですが、2021年の9月にバターのフレーバーのものがコストコの方に入ってきまして、それ以降ね定着してる商品にはなるんですけど、新しくねレモンクッキー登場しました。去年の9月にバター味登場して、12月にペパーミント&マカデミアナッツっていうのが登場して、これで3種類目のレビューになるんですけど、もしかしたら店舗によってはね別の種類が出たりとかしてるかもしれないんですが、一応マツケン調べでは3つ目、3種類目のフレーバーということになります。半年以上ぶりに新しい味が登場ということで、前回のペパーミント、あれがね結構こう好みが分かれる、もうはっきり分かれる、賛否で言ったらピの方が多いんじゃないかっていうぐらいこう印象的な味だったんで、今回はね、まあ、レモンということで比較的食べやすい味だろうなと期待しています。はい、パッケージはね日本仕様になっておりまして、英語で記載されている部分もあるんですけど、このあたりの主要な情報はきちんと日本語で表示されているので確認しやすいと思います。カロリーはね5枚あたりで一応表示がありまして、150キロカロリーになってます。ということで開封してみました。中はこんな感じになってます。いつも通りのホノルルクッキーですね。ショートブレッドタイプのザクザク食感のクッキーで、形こんな感じでね、一つ一つパイナップルのシルエットになってます。全部一緒ですね。フルーツのフレーバーなのでレモンピールがねちょこちょこ入ってるのかなと思ったんですけど、全然そういったものは入ってません。もうプレーンタイプですね。ただレモンの香りはねがっつりあるので、そこら辺の物足りなさとかはなさそうですね。続いて恒例の枚数チェックやっていきますが、バターとペパーミントですね、どちらも80枚以上入ってます。バターの方が85枚、ペパーミントの方が84枚入ってましたので、まあこれもね同じぐらい入ってそうです。 1,2 枚は誤差の範囲かなと思いますが、ちょっとね実際に数えてみます。ということでね数え終わったんですけど、まずこっち割れてる人がいるので、これはね、まあ、1枚とカウントしまして、それとこちら合わせまして83枚になります。このパッケージ裏面に5個あたり 28g っていう数字が一応目安で書いてありまして、それをね均等に割ると1個あたり 5.6g っていう数字が出ます。でその数字で計算すると81個入ってたら OK っていう感じで、まあ今まで買った3種類どれもその値を超えてきてるということになるので、なんか粉だったり割れてるものっていうのは今回少なかったですね。ただ枚数が過去のものよりかはちょっと少ない感じになってますので、これ1枚あたりのクッキーの価格っていうのはねちょっと割高になってきますが、今回購入分で83枚だったので、これ1個あたりの価格は18円になります。海外メーカーの商品で個包装でもないので、パッケージによっては 1,2 枚誤差はありそうな気もしますけど、80枚以上は入ってるよっていう感じで、いいと思います。うまい。袋を開けた時からそうなんですけど、とにかくねレモンの爽やかな香りがずっとこう来るんですけど、それがね食べ終わってもちゃんと残ってるんですよね。ベースの味は定番のバター、そのバターにレモンの香りが負けてないっていう感じ
食べてすぐはレモンの香りが来るんですけど、噛んでいくにつれてだんだんこのバターのねコクが出てくるっていうな感じで、クッキー飲み込んでも鼻から抜けるのがレモンの風味で、口の中はバターみたいな感じで、つまり美味しいです。こういったクッキー系の焼き菓子でレモンフレーバーっていうのは食べたことあるんですけど、多分一番美味しいですね。ベースのクッキー、バタークッキーとしてちゃんと美味しいっていうので、このレモンフレーバーがね乗っても美味しく食べれるんだと思うんですけど、ということで今回は新しく登場したレモンクッキーの紹介でした。こういった焼き菓子系の食べ物はフレーバーのものよりかはプレーンタイプをそのまま食べたいよっていうタイプなんですけど、実際に、ね、食べてみたらね、思ってた以上に美味しかったです。開封した時の香りの良さですね、レモンの爽やかな香り、結構このホノルルクッキーバターが効いてて、バターのこう濃厚な香りがふわっと香ってくるんですけど、まずレモンが、爽やかなレモンがさーっときて、一口最初食べるとまだねレモンが勝ってるんですよね。ただだん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 こう口の中に、クッキーが馴染んでくるにつれて、バターのね濃厚なあのコクのある感じがだん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 顔を出してきてみたいな、一口でいろんな味の展開があってね、情報量が多いなと思いました。で、価格もねちょっと安く設定されてまして、あのチョコチップマカダミア、緑のパッケージのねやつ、コストコでは定番のパッケージなんですけど、あれがね去年の9月に出てた時の価格よりかは高くなってます。100円ぐらい値上がりしてますので、まあ内容量は同じ 454g でそれだけ差が出てますんで、コストの面考えてもこれの方が安くてねおすすめかなと思います。福岡の店舗では今日売り場で見かけたので、金曜とか土曜とか日曜に入ってきて出たのかもしれないですけど、ホノルルクッキー自体ですね結構人気があって、この前みたいにペパーミントみたいな変な味じゃないので、多分すぐ売り切れちゃうと思いますので、気になってる方はお早めにチェックしてみてください。コストコのお菓子売り場の品揃えの傾向として、同じメーカーで複数の展開があるっていうのが最近ものすごく少なくなってまして、そんな中新しい味が登場してきてますんで、このレモン味は売り切れたらもう入荷しないっていう可能性の方が高いのかなという考察です。チョコチップの方は去年の9月以降結構在庫的には安定してるというか、まあ、なくなることはあると思うんですけど、再度入荷がかかって結構長い期間安定的に販売続いてますので、買えなくなる可能性っていうのは直近で言うとこっちの方がね断然高いと思います。チョコチップのクッキーの方が味としては定番なので食べやすいと思うんですけど、まあ、今の時期外ものすごく暑いので、コストコから車に移動して車から家に帰るまでの間 の、 その温度管理、結構ね冷えた状態キープしないとチョコチップがね溶けてドロドロになるみたいなことがね全然起こると思いますので、たった10分15分とかの移動でもしっかり冷えた保冷バッグの中とかに入れておかないと、もうデロデロのクッキーになっちゃうっていう可能性もあるんでね、その点レモンの方は何も中にそういった溶ける要素が入ってませんので、持ち帰りのことも考えて、こっちの方が今の時期はいいのかなと思います。個包装じゃないんでね、こんな感じで削れた残骸がたくさん出てくると思うんですけど、例えばですがこういったヨーグルトねあると思うので、これにね入れてあげればきっちり最後まで美味しく食べきることができます。ヨーグルトガポッとすくってしまうともう味隠れちゃうんですけど、少しずつ食べるとバニラのね追い越すにレモン風味が加わって、で食感もね少しザクザクっとしてて、カロリーもこれ少なすぎるんで足してあげると食べ応えもね増すんで美味しいです。
今日のパトロールでさっと確認してきたんですけど、この間紹介したクーラーバッグですね、リニューアルした分が福岡の店舗では再入荷されてました。価格はちょっと見てきてないんですけど、レジのところにねあったので、他の店舗も多分入ってきてると思います。であとはガソリンの価格ですね、安くなってまして、155円レギュラーが1リットルあたり、その価格まで下がってて、最近はずっと158円でキープされてたんでね、いやガソリン価格もたまらんすね。こんだけ上がっとったら155円で安く感じるんで、コストコじゃないスタンドの価格見ると170円とか超えてる時もあるし、お得に過ごせてるのは間違いないんですけど、それでもね155円は高いなって思いますね。でまたハイカロリー系の商品出てたので、キンキンでレビュー動画出そうかなと思うんですけど、5000キロカロリー超えてるんですよね、1パッケージで。コストコとねハイカロリー系の商品、気になってる方はぜひチャンネル登録して、動画お待ちください。ということで今回の動画以上になります。このチャンネルではコストコで買ったもの、新商品のレビュー動画いろいろ出してますので、またね、動画チェックしてください。で現在のチャンネル登録者数こんな感じになってるんですけど、このチャンネルが8月で、ね、4周年を迎えまして、それまでにチャンネル登録者数2万人目標に、ね、更新してますので、まだチャンネル登録してないよという方はね、ぜひこの機会に登録お願いします。ペース的にはねギリギリ間に合わないぐらいの感じなので、何卒お願いします。ということで今登録してくださった方、ナイス、マジナイス。そして前から登録してくださってる方、ありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。